ましたね、今ね、下に。すごいですね、コンディションがもうバリバリです。今回の大人釣りクラブは内房エリア竹岡沖でカワハギ釣りを楽しみます。餌取り名人の異名を持つカワハギは、さまざまな誘い方で駆け引きが楽しめる人気ターゲット。さらに一年中楽しめるのも魅力の一つ。やったー釣れた釣りを通じて自然を身近に感じ、上質な時間を楽しんでみませんか。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シナノの提供でお送りいたします。釣りを楽しむためやってきたのは、神奈川県横須賀市くびり。お世話になる山下丸に乗り込み、朝7時30分出船。平作川を下り、内房エリア竹岡沖を目指します。皆さん、旅と釣りで上質な時間を過ごされていますか。今回も始まりました、大人釣りクラブ。この番組は釣りの経験がない方や、以前はやっていたけど最近やっていないなという方、釣りはやっているけど他の釣りにもチャレンジしたいという方、さらにもっと腕を磨きたいという多くの方に楽しいフィッシングライフをご提案いたします。さて、今回は神奈川県横須賀市くびりから海に出てカワハギ釣りを楽しみたいと思います。ご一緒していただくのはこの方、鈴木隆さんです。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今回ご指南いただくのは、島のインストラクターの鈴木隆さん。カワハギをはじめ、マルイカ、ワンフグなど当たりを取る釣りに精通。さまざまな大会に出場し、2015年には島のステファーノグランプリで優勝を飾っています。今回はカワハギ釣り、すごくもう楽しみにしてきました。初めてですか。はい結構奥が深い釣りで、まあ、はい、餌付けとか釣り方とかいろいろあるんですけど、うん、結構あの可愛い顔の割には あの、ね、テクニック的にはいろいろやっぱり分かれてて、結構難しいと思うんですけど、はい、ただ難しいだけじゃなくて、やっぱりビギナーの方にもしっかり釣れるし、はい、ちゃんと基本を押さえとけばしっかり釣れる魚なので、ぜひその辺は今日はしっかり教えますんで、はい、しっかり釣って帰っていただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ここで三輪さんが使用するタックルについて教えてもらいます。今日三輪さんに使ってもらうロットなんですけども、うん、ステファーノ、攻めシリーズの中で4アイテムあるんですが、うん、あえてですね、一番硬いタイプ、トリプル H をチョイスしました。これにはですね、初めてやるビギナーの方、特にですね、テカンドって言われる手のあたりとメカンドって言われるあたりがあるんですけど、どうしても女性の方はなんか傾向的にこう手の方が分かりやすいっていう。そうかもしれないですね。でほらブルブルってくるのが分かる、はい、でそれを分かってからどうかけるかっていうところがやっぱカワハギ釣り結構大切なので、うん、そういう面でもやっぱり今日は皆さんにですね、そのメカンドじゃなくてテカンド、テカンドを味わってぜひカワハギをかけていただくと、はい、いうことでこの竿をチョイスしました。この竿の特徴なんですけど、ちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、はい、これはですね、X シートフロントトリガー、こう指をですねかけていただいて、まあ、1本でもいいし2本でもいいんで、はい、そうするとですね、魚がかかった時とか、あと動かす時の操作性が指1本2本かけてるだけで全然楽になります。かけるだけで巻き上げもそうですし、こう動かすのもそうなんですけど、操作性がすごく上がる。でもう一つはですね、カーボンモノコッククリップ、これはですね特にテカンドの釣り、
皆さん多分脇の下に挟むか、こうやられると思うんですけど、はい、ここに触ってるだけでその先から来た魚からのシグナルの感度が一直線に来て、ここでポワッと広がって、ここに触ってるだけでクシュクシュクシュっていう感覚がここに出ます。手感にもうより感じるために、こういう形に広げてあります。今回ですね、三輪さんに使っていただくリールはですね、ステファーの SS 右ハンドルの100の HG というタイプです。これはですね、 SS っていう名前がついてて、上位機種からはちょっと落ちるタイプなんですけど、もう全く性能上は問題なく、はい、普通に使っていただいて、ビギナーの方から何からもう普通に使ってもらって、全然遜色ないような使い心地になってます。リールのギア比、要するに両軸リールって1回転で何センチ曲げますかっていう、これはですね、1回転で 7.72センチ曲げます。で、普通釣りやるときって水面からこう誘ったときに、だいたい上げる高さって自分の身長ぐらいを上げ下げするんですけど、まあ2メーター10ぐらい、そうするとこのだと1回転誘ってリールを1、2、3って巻く速さがちょうど重りの落下に合わせられて、ちょうどよくこう誘える高さなんですよ。そう、ギア比が72センチっていうことは、ちょうど2メーター10を遜色なくこう動かせる、そのためにもう 7.2 っていうギア比がすごく使い、ぜひね、これも使っていただいて、はい、その辺を楽しんでいただければと思います。今回のポイント、竹岡沖に到着。まず仕掛けについて教えてもらいます。で、まず仕掛けはですね、こう幹と4号で、全長70センチで、針はですね、吸わせ、7号と 7.5 の6センチ、あとは、ロングの10センチ、7.5 と7の10センチっていう組み合わせで、とりあえずやっていきます。はい。付け餌はアサリのむき身を使用。カワハギ釣りは餌の付け方が重要です。給水管とベロと綿っていうふうになってます。で、まずこの給水管と呼ばれる部分、これ一回刺します。で、次にですね、このベロまでの距離があるんで、ここをこう一回巻いて、まあ2回ぐらい巻いてもいいんで巻きつけちゃいます。それで今ここの黄色のベロの部分、ここにですね、縫い出しないし、そのまま沿ってですね、硬いところをずるっと入れてあげます。で、最後にこの黒い綿の部分に針先を回してあげて、針の先は餌から出るように、こういう状態で引っかかるようにセットします。続いて釣り方を教わります。まあ、ただ水面まず投げられて、まっすぐ落としてあげます。はい。まず糸付けを取ってもらって、はい、まず目線の高さに差を合わせて、はい、ここからですね、ゆっくり上誘っていきます。ゆっくりと、ゆっくり、で、ある程度上まで誘ったら、はい、ゆっくりまた下げていきます、ゆっくり下げていきます。で、今つきました、はい、で、ついて当たりがなければ下でね、重りをね、トントントン3回、4回、5回ぐらい、まあ、叩いてあげて、はい、で、また止めてゆっくりまた効いていきます。もう基本はもう、これがもう本当の基本です。いろいろ釣り方ありますけど、まず慣れるうちはもう基本上下の誘いと重りを下でポトンポトンっていう、これがある程度できるようになったら、はい、今度はこれに動作を足していきます、はい、上げていくのに揺さぶりながら上げていきます、揺さぶりながら、そう、穂先見てるから、こういうふうに、はい、あー、動いてますね。そう、もうポン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 、これをハリスを張ったり緩めたりしながらアピールさせてって、はい、で、しっかりここで止めてあげて、で、下げる時もゆっくりこう揺さぶりながらこう下げていきます。止めるのはその時にこう加えたりする。そうですね、ハリスがこうプワプワとなってる、一回止めることでスーッと下がる間を作ってあげて、あ、で、今下向いちゃってますよね、はい、今度揺さぶりながら落としていくと、スーッと上向いてこういう風に落ちていくっていう動きを作ってあげます。で、当たったらですね、はい、当たったらやっぱり動作止めないでください。そのままぐじ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 って当たりますけど、はい、手にビリビリビリいきますけど、はい、無視してずっと下げていっちゃう。あ、そうなんですか、はいはい、で、重りがついたら、はい、ここで一回止めてゆっくりこういうふうにちょっと、合わせていきます。自分でお尻突き出すようにして、ゆっくり竿をこうやって前に出すようにこうやって上げていくと、はい、ゴン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 って入っていきますから、じゃあもう当たっても
もう焦らず、焦らず、もう焦らず、その代わり止めず、はい、もう当たっても当たっても止めないでゆっくりこういうふうに折り返して、今日はもうドンと引っかかりますよね、うん、はい。それでは三輪さん、初のカワハギ釣りスタートです。ハックします。目線の高さで。顔ね、はい、つきました。ちょっと巻いてあげて、はい、ゆっくりと上げます。これくらいのスピードでいいですか？全然大丈夫です。で、ゆっくり下ろす、はい、当たれば必ず分かりますから、うん、でポンポンってついたら重りをしたら結構オーバーアクションでいいです。ポンポンポンで、リールを少し半回転ぐらい巻いてから上に連れてってあげるといい、はい、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりゆっくりで、ゆっくり、ほら当たった。今当たったでしょ。今のですか？いや、下ろしてって、下ろしてって、揺さぶんない。もうちょっともっとゆっくり下ろしてって。上げて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 。さあ上げて。もうちょいかかった。あ、暴れちゃった。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 あれあれ。あー。ポンポンポンって分かるでしょ、はい、でそのまま下連れてって、そのまま折り返せばグッと入るんで、今のはカワハギ。はい。はいはい。今のはもうガッと上げなくて、普通にゆっくり巻いていった方がいいんですか？押し方分かった。こうやってやってポンポンポンって言って、穂先が戻るような当たりが出たら、そのまま、こうやって持ち上げちゃっていい。あー。多分ね、餌ないんで。ああ、じゃあ、あげちゃって。あげて、もう一回餌チェックしてから。今のはもうカワハギです。なるほど、今のが当たったんだ。今、それ一番下は餌ないじゃないですか。はい。だ一番下の針先をチェックしてみてください。あ、はい。爪の上に乗せると、はい、滑っちゃうようなら取り替えてください。カワハギ釣りは、針の鋭さが重要。根がかりやバラしてしまった後など、針先が甘くなっていたら、こまめに交換することで釣果につながります。とりあえず1回見つけると餌取るのがものすごい早いんで、針が1回ぐらいで仕留めちゃわないと餌がなくなっちゃう、はい、その後何度か当たりはあるのですが、うまくかけられず苦戦が続きます。つきました。あ、上げない方がいいよ。下で当たったのまた下げてって、下げてって、でそこでポンポンってやって、で止めて、でゆっくり、おおらおら、あ、もう今もう巻いて巻いて、今もうあそこでブルブルって言った時にもう巻いてこないけど、あー、はい、魚当たってんじゃん、うんうんうん、当たってたら、うんうん、ブリブリブリって当たってる当たってるって言ったらポポポポってやってゼロ点で止めてんでしょ、はい、グジグジグジって言ったらスーッと、うんうん、うーってやってこうやってやるんじゃなくて、いきなりもうスーッと上げて巻いちゃった方がいい、はい、でその時にガチンってかかるんで、今のもなんかそれっぽかったし、あ、カワハギはいつの間にか餌を食べてしまうことから餌取り名人と言われています。当たりを感じてもすぐには合わせず、ゆっくり動かし続けて確実に食いつくのを待ってから合わせることが重要なんです。当たったよ、また。あ、当たった。そのまま、う、上げて上げて上げて、巻いて巻いて、あー、遅い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 、あ、早く巻かないといけないですね。そうそう、今のは、うん、もうあそこでもうすぐに巻きに行かないと、それで結構早めに巻いちゃっていいですよ。あ、分かりました、はい、鈴木さんに教わりながら誘って止めてを繰り返します。巻いて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 、あ、まだバレた、あ、いる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 、よいしょ、もう大会大会、中揚げでしょ、はい、早く寝ちゃって、早く寝ちゃって、はい、よかった、よかった、来ました、やったー、来ました、やっただ、わー、嬉しい。止め出したらかかったそう、はい、で多分止めた時に当たり分かんなくて、次の誘いでガンとかかった、はい、だからもう誘って誘って見せといて、多分ね、水の中ではね、うん、こうなってるんですよ。
多分仕掛けがあって多分こうやって動いてるでしょ、多分こうやって一緒に動いてるんですよ、うん、でも食べられないでしょ、でパッて止めた瞬間にスポッて吸い込むからこんなにハリス全部飲んじゃう、はい、そうそう、三輪さんしっかり止めの時間を作りカワハギに食わすタイミングを与えることで見事釣り上げることに成功しました。とりあえず宮さん肩見てくれたんで、あとはもう自力で釣ってもらうってことで、ちょっと自分もちょっと道具出してみます、今回ですね自分が使うロッド、ステファーのリミテッド、MH175A、この竿はですね島のテクノロジースパイラル X コアとナノピッチ、そしてですね X ガイドの相乗効果でもう軽さ感度を、確実に、実現してます。そしてですね、この竿も同様 XC とフロントトリガー、まあ、これ持ち方いろいろあるんですけども、やっぱりもうカワハギ釣り、やっぱ上げ下げ上下、誘い回数多いです、まあ、自分はこういうスナイパー持ち右で誘うんですけど、まあ、誘う時はもう2フィンガーで誘ってます、これ2本かけておくだけでかなり誘いが楽になります。そういう意味でもですね、本当に使いがいいドットに仕上がってます。今日使うリールはですねステファーノの中のシリーズにあるようにステファーノという名前の使った、XG100 リールを使います。これはですね、もう竿とのマッチングも良くてですねかなり、攻めシリーズステファーノの中でもですね何種類かあるんですけども、リミテッドも含めですね相性バッチリなリールです。特にですねギア比はですね、7.9 結構早めです。 XG というタイプを、ギア比を組んでます。特にね早い釣りを組む時なんかには、有効なギア比になってますので、もうすごくちょっと釣りが早くなった時には、使いいリールになってます。仕掛けも三輪さんと少し違うようです。自分の道具はですね、まあ、オリジナルの仕掛けなんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっと外見変わってるのは重りからここまでのビーズの長さがですねこれ長く作ってあります。15センチ、これはこう海底についた時に餌が宙に完全に浮いてる状態です。でゆっくりこう送り込んで倒してってあげて、こう倒した先で餌が這いつくばるような、イメージでこの15センチにしてあります。とりあえずね南東がやってみます。鈴木さんもロッドをゆっくり上下に動かしてカワハギを誘います。誘うときは常にロッドを動かしてアピール、しっかり誘ったら止めの時間を作り当たりを待ちます。見ましたね今ね下に早速ヒット。それでも今一番下15センチ開けてても上12開けてるんですよ。26ぐらい開けてて今食ったんで、まあ、ベタベタではないかなっていう感じです。魚的にはまあこんな感じです。さすが鈴木さん、1投目で本命のカワハギを釣り上げました。その後すぐ再び鈴木さんヒット。すごい。まあ予想通り一番下張り長いやつに食ってます。さっきよりちょっと硬くなりましたけど、すごいですねコンディションがもうバリバリです。肝が見事連続でカワハギに出会えました。ここで鈴木さんにカワハギ釣りでの探検丸の使い方を教えてもらいます。今ちょうどね探検丸見てる水深 20m ジャストで、まあ、ちょうどここにこうね狙らしきこう影が今ずっと進行方向こう右から左へこう今ずっと映ってる最中なんですけど、根回りに終わった後の砂地とかこういう風にちょっと根っこがあったり人工魚礁があったりするようなところに、突きたがります。探検丸は根がかりを防止するためにもすごく良くて、やっぱりもうカワハギ釣りにはやっぱりもう今はもう絶対にあった方がいいですね探検丸は。一方三輪さん、教わった誘い方をいろいろ試しカワハギにアピールします。
その場所によってそのカワハギが好む誘い方っていうのがあるらしくて、それを見つけるのも難しいんですけど、楽しめるところでもあると思うんですよ。私はもうそこ今試行錯誤中です。すると、おやった、あ、どうだ、あ、よしよしよいしょ、お、重たい、引いてますよ、カワハギ、カワハギ、あー、やった、釣れた釣れた、やった釣れたやりました、チリチリ、やっと釣れましたよ。下の方で今来ましたね、あのツン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 とあの当たりがあったので、で一回止めてみたんですよ。そしたら食べてくれました、カワハギ、やりました。その後サイズアップを狙ってポイントを移動、誘って止めて当たりを待ちます。鈴木さんヒット、好調です。あんまり大きくないけど、でも一回りぐらい大きくなります。サイズアップ一回りぐらい少し、ね、大きくなりました。一方、美和さんも、お、来てますね、引いてますね、うん、かかった、ガン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 、重たいです、すごい重たい、お、お、やったやったやった美和さんが少しサイズアップに成功したところで本日の釣りは終了。美和さん、お疲れ様でした。ありがとうございます、お疲れ様です。どうでしたか、今日一日かはぎ合って。誘い方も一つだけではなくて、いろんな誘い方があるんだなって、それも楽しめる一つですよね。そうですね、ちょっとね、奥が深すぎちゃう部分もあるんで、うん、間口が ね、あの広いんですけど、やっぱりその釣れない釣れないって言いながら餌やられて一枚釣れた喜びっていうのはやっぱり大きいです ね、すごい嬉しかったです。まあ、ぜひまた機会がありましたら、またご一緒させてください。お願いします、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この後、絶品カワハギ料理に舌鼓。初めて食べました私、美味しい。非常に力強くてボディの歪みを全然感じなかったです。ファイトをしてて不安材料を感じない。スイムパワーがここまで来たんだっていう感じです。安定性が半端ないです、ブレない。特別に調理していただいたのは、山下丸からすぐ近くにある一生屋栗浜店。本日釣ったカワハギ、こちら特別に調理していただきました。美味しそうですね。まずはカワハギのお作り、定番の肝醤油でいただきます。うん、身はすごい引き締まってて甘みもあって、あの
この肝とよく合いますね。続いて肝をたっぷり使った肝和え。全然歯ごたえが違いますね。こちらのお刺身とこちらの肝和えのカワハギの方の歯ごたえがまた変わってきます。この肝がですね、すごい濃厚で、でも癖がなくてすごく美味しいです。初めて食べました、私。美味しい。最後にカワハギの煮付けをいただきます。このタレがお魚に染みててすごく美味しいです。この身もふわふわした食感で、こちらのお刺身とあと肝和えとこの煮付け、全く違う食感を楽しめます。今回私初めてカワハギ釣り体験させていただいたんですけど、カワハギ釣りって一つの誘いだけじゃなく、いろんな誘いを自分の中でこう組み立てながら、いろんな試行錯誤しながらするところがカワハギ釣りの魅力なのかなと私は思います。釣って楽しいですし、このようにしてお料理をね、ご自宅で皆さんしてみてはいかがでしょうか。今回使用したタックルはこちら。さまざまな誘い方で駆け引きを楽しむカワハギ釣り、皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。